それでは本日の講師をお二人ご紹介図書館と地域を結ぶ協議会チーフディレクター慶応義塾大学講師太田剛先生よろしくお願いします続きまして宮崎県シーバソン図書館ブンブンブンクリエイティブ師匠シーバソン地域おこし協力隊員小宮山剛さんそれでは講師の方にバトンタッチしたいと思います えー、太田先生、小宮山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと改めまして皆さんお,おはようございますねこんにちはえっとまあ中林さんと我々とソバと地域を結ぶ協議会の共催ということで今年のとソバンさんのオンラインセミナーっていう形で今日シ、えーバソン まああの我々図書館と地域を結ぶ協議会がコーディネートとかプロデュースとかしてきた図書館の一番新しい図書館とライブでつないで一部その中をご案内しながらまあ我々が考えている図書館ってどういうことなのかなというのを紹介しながらまあこれからの図書館 の在り方っていうほど大げさではないんですけどね、えー、我々がどういう考えに基づいて図書館を作ってるかっていうような話ができたらいいなと思ってます90分っていうことなんでまあそんなにあの余裕のある時間があるわけではないんで、えー、とっとと進めていきたいかなと思いますで、えー、今日小宮山さん シーバーソンの図書館ブンブンブンで待機していただいてます。まあ2人とも強しなんであのダブル強しで、えー、お送りしますと言ってますけども <laughs> ということになります。で、バッあの今ギャラリービューで、えー、見渡したところまああの よく知ってるお名前の方も何人かいていらっしゃいますけどもまあ差し支えないですよっていう方はお顔を見せていただけると大変しゃべりやすいかなと今年オンライン授業で僕は KONSFC で授業やってますけども全部オンラインになって顔が見えないと。 荒野の中を1人で歩いてるみたいな感じで非常に寂しいものがあるんであの差し支えないですよっていう人はお顔を出していただけるとあの喋りやすいかなと思ってますんであの無理にあのいや私は結構ですっていう人はあの全然そのままでもいいんですけどもじゃあ最初、えっと、小宮山んの方から自己紹介といいますか。あ 一言お願いしますはい、皆さんこんにちはシーバソンからお送りしております小宮山剛でございます今日は皆様あのお昼、平日の忙しい時間ですがこうやってお時間いただきありがとうございますあの冒頭、プロフィール紹介にありましたけれども、えー、私がち地域おこし協力隊としてですねこの宮崎県のシーバソンに 図書館を築くにあたって、えー、これまで中林様、そして企業、えー、<あ>様とどのような、えー、連携をしてきたかということをですね、今日お話できればと思っています。冒頭にもあったんですけれども、私のですね、えー、小宮松良のプロフィールを少し、あのー、自己紹介としてお話しさせていただければと思います。まあ,あの福岡に生まれて博多で育ったんですけれども、 えーまあ、その後東福岡高校これ男子校ですね男子校の生徒会長を務めて慶応に進むとかその後あのガス会社新聞記者と渡ってきたので本当に図書館という仕事をするのは初めてで、まあ、今日もですね、えー、素人が作ったんだなという目線でも結構ですけれどもお手柔らかにお聴きいただければと思います。 ただ、えー、私が椎葉村の地域おこし協力隊にですね着任したのは2019年の4月その時に定まっていた建築図面であるとか、えーまあ、コンセプトであるとかそういったところから、えー、私がブラッシュアップしてきたそして太田様そして中林様の皆様にですね入ってもらって、えー、作り変えてきたある意味では作り変えてきた えー、図書館の在り方そしてシーバソ村図書館ブンブンブンというもののですね、えー、作り方というのはある一定の自負を持ってますので今日ですねそこを皆さんとシェアしてあこんな図書館っていいなあもっと変えられるんじゃないかなそんなご意見もいただきながらですね、えー、今日皆さんとお話しできること非常に楽しみにしておりますのでまた後ほどこれはあの背景 止ままってますけれども合成画像じゃないですからね後ほどあのここを私が動き回りながらブンブンブンの,あの本棚がどのようになってるかお見せできればと思いますのでまた私あの後ほど動き回ってご覧に入れたいと思います。今日はよよろろししししくくおお願願いいまますすということで、えー、小宮山浩平と地域おこし協力隊。 っていうことで、まあ、シーバソンって何人も今何人いるんだっけ今9人います。9人だよね。で、卒業した去年、今年の春か卒業した人は4人ぐらいのかなそうですね。<で>今年で4人で,で,でみんなあの定着して、えー、頑張っているってことで、まあ、シーバソンの一つの特徴かなと思います。で、まあそういう 地域おこロ協力隊みたいな話も含めてあの最初に僕の方から、まあ、図書館と地域を結ぶ協議会ってどういうことをやってきてるのかっていう話とでまあ椎葉村っていうのがどういうあの村なのかっていうのも含めて紹介しつつその後実際に、えー、ブンブンブンの中を歩き回りながら紹介していきたいかなと思ってます。 えー、トンチキョウっていうのはうちの図書館と地域を結ぶ協議会ですけども中林の共済セミナーっていうことで今日は図書館のノーじゃないですねこれ図書館と地域の間違ってますね図書館と地域のレジリエンスっていうような話ができたらいいなと思ってますあのお手元にこのプロフィール配ってると思うんですけどあまりに細かすぎてあのこれ読んでも何やってる人が全然分かんないと思いますが えー、とりあえず自己紹介からいくと今のあの肩書きってこういう肩書きになってます。編集工学機動隊ギアってこれ私の個人の会社です。これ見ればわかるように編集工学研究所っていうところで23年ほど松岡聖悟さんのもとで編集工学っていうのを学んでそれを、えー、応用したまあいろんなプロジェクトをやってました。だからここのプロフィールに出てるあのプロジェクトって大体その、えー 研,学研究所自体にやったいろんな地域づくりからシステム開発からあいろいろなものの経歴になります。で図書館と地域を結ぶ協議会のチーフディレクターとしてこれ7年前にから始まって、まあ、正式に立ち上げたのは5年前で今年5周年です。で慶應義塾大学ではネットワークコミュニケーション実践を教えています。 一般社団法人日本食文化観光推進機構ってこれ B1 グランプリやってる人たちとこういう、まあ、食文化と観光と,推進観光と地域っていうのを真面目に考えようよといつまでも焼きそば焼いてるだけじゃだめだよねっていう話でこういう財団を社団法人を立ち上げてその理事をやってますその下の学習観光研究機構フォーラーっていうのはまあ 中高生のキャリア教育をちゃんと,しましょうよとでまあ今偏差値でこの点数ならどこって決められちゃうんですけどもそうではなくて自分は将来何がやりたくてどの大学のどのゼミのどの先生にくっついていったらいいのかとかその辺まできちっとちゃんとやりましょうよみたいなことをやってますあとあの、えー、と探求学習 のの支援なんかをを大学生のファシリテータータ使っっててて派遣してやっています。で、その下の活字文化議員連盟っていうのは公共図書館プロジェクトっていうのはまあ今の日本の図書館のいろいろ問題があるんでそれをちゃんとしましょうよっていうのを超党派の議員連盟国会議員さんが100人ぐらい入ってるんですけどもそこで議論する事務局長をやっています。 よいしょでまあこういうあの松岡聖子さんっていう「ちの巨人」とか言われてますけどこの人のもとで、えー、23年、えー、編集工学っていうのをやってきました何やってたかっていうとこういう東京ディズニーランドの、えー、2020年計画とかあ本田さんの車のコンセプト作りとか足もが立ったけど何やっていいかわかんないっていうんでそのコンセプト作りとか NTT さんが日本電信電話からあ 民営化した時のコンセプト作りとか僕はどっちかというと映像系のもともと映像系だったんであの大学は農学部で専門は応用昆虫学でしたけども夜間は映像の学校行ってたんでこういう CM を作るとかあこういうことをやったりあとまあ岐阜県さんのプロジェクトだとか藤沢市さんとか奈良県の平城銭湯1300年のプロジェクトだとかあ松丸本舗っていう ちょっと変わった本屋さんを作ったり、で独立してからは、一番最初にやった仕事が、こういうあのミャンマーの少数民族武装勢力のところに行って、写真を撮ってくると、まあ、戦場カメラマンみたいなことをやって、11部族あるんですけども、そこを回って写真を撮るとか、こういう世界中のハンセン病のところを回って写真を撮ってくるとか、こういう仕事を。 ししててたののと並行して図書館の仕事を始めましたまあこういう WHO とかアフガニスタンとかまあこういうところも行ってたんですけどもでうち図書館と地域を結ぶ協議会っていうか、まあ、最初のきっかけはこの幕別町図書館です北海道の幕別町の図書館のまあリニューアル計画ですね新しく作るんではなくてもうこういう図書館があって、えー、春にはこうやってタンポポが咲き乱れる。 桃源郷のようなあカチの図書館ですけどもまあ、ここのシステム回収がきっかけですで、ただシステム回収するだけじゃなくて図書館を情報編集センターとして変えていきましょうよとで、図書館っていうのは大きく言うと空間の力と人材の力と本棚の力っていうのを潜在的に持っていると 持ってるんですけども、まあ、それを最大限生かしてそこにネットの力とデザインの力を加えて、えー、図書館をただ本を借りる施設から情報編集センターとしてよみがえらせていきましょうということを始めましたでその時にこのレンコードっていうのを日本で初めて、えー、図書館に、まあ、初めてではないんですけどもこの全面的にこのカメレオンコードこれ図書館用に開発し直したのが レンコードなんですけども、これを導入しましたで、まあこの後ちらっと話しますけども今回のシーバソンはこのカメレオンコードを全面導入した図書館としては全国5例目になります九州では初めてでまあこういう形で本の背表紙に貼れるので、えー、いちいちバーコードを読むみたいに一冊一冊取り出さなくてもいいし、えー、貸し借りの時はまあ10冊ぐらいだったら一気に カメラで読めるとということになってますであるいはこういうマブサって幕別、ま、ブックサポーターっていうんですけどもこういう方々を育てるとかあるいは地元書店と福祉を絡めて本の、まあ、装備っていうんですけどもね図書館の世界ではフィルムを貼ったりシールを貼ったりっていうのを福祉施設でやるっていうことを始めたっていうのはあの今、まあ、図書館の今まなも 関係の人、今日多いんで、皆さんあの状況はよく分かってると思うんですけども、意外と地元の書店さんから本を買ってるところが少なくなってきていて、でその裏で今、1日2件ずつ、図書館、あの本屋さんがなくなっていってるっていう話も聞きます。で、もう本屋さんのない無書店市町村っていうのもどんどん増えてます。 まあそういう中で地元の書店に少しでも本を買ってあげて、えー、経済的にバックアップしながらじゃあ問題になってたフィルムコートとかの装備を福祉施設でやるみたいなモデルをやり始めたのがこの幕別町図書館さんですね。で幕別町の次に全面的に我々がかかったのはこの見の森茂木あの栃木県の茂木町です。これはあの 図書館の準備から全部フルコーディネートで我々が関わりました。建築は別なんですけどもね、こういう地元の木材をふんだんに使った図書館です。で、これはあの、複合館なんでこういうホールがあるんですけども、これはあの、もともとここの図書館、潰れた作り酒屋さん、えーと、高価3年の軒札があったっていうんで、 ペリー来航の8年前ですか、のこういうあの仕込み蔵ですね、こういうのを生かした、だからそこの部材を全部使ってるんですけども、こういうホールを作りましょうとか、あるいはこういう入り口のエントランスに、きあの紹介しますけど、シーバソンでも使ってる本棚のと同じ東組さんっていうところなんですけども、そこの。 え本棚を使ってこれ上から見ると「海の森茂手木」のロゴマークになってるであるいはあの本棚が全部黒板塗装になってるんで自由にチョークで絵が描けるまあ今あの小宮山君たちはねその自由に絵が描けるっていうので相当苦しんでるみたいですけど苦しんではないのか楽しんでるみたいですけどもあのまあこういうあの棚を入れたりとかっていうことをやってます。 那智勝浦はこれ新しく作るんじゃなくてもう50年以上経ってるとっても古い図書館です。でまあ残念ながらあの市の,あの予算も厳しくて新しく建てられないっていうことでそのリニューアルでまあど,ど,ど,どっから手をつけようかっていうんでまあ入り口になぜかロダンの考える人があったんで今考える図書館。 というコンセプトで、えーえー、考えながらやっているという状態ですね。で、これはそのあ、えー、と2年前、今年2周年迎えるんですけども、椎葉村というのは熊本と宮崎の県境の山間地域の村、えー、と人口2500人ぐらいなんですけども、梼、えー、原は高知県と愛媛県の県境。 でやっぱり山の中の中です人口3,500人ぐらい、千葉村より1,000人多い。で、そこにまあこういう、えー、こっちはあの熊健吾さんの建築設計で、えー、まあ、これ見るとね、熊さんらしいというか、あすごい建築の図書館のまあ中身をすべてうちの方でコーディネート、プロデュースしました。 まあそういう形で、えー、幕別町に始まって文の森茂木、梼原、那智勝浦ともう4つ図書館をお手伝いというかあーコーディネートして作ってきて今回5つ目がシーバソンということになります。でまああのー うちの図書館と地域を結ぶ協議会、なんでそんな名前になってるかって、これ、あ後でまた話しますけども、要は幕別を始めたときに、なんで図書館ってこんなに地域から遠くなっちゃってるんだろうっていうのがものすごく疑問だったんで、その図書館と地域をもう一回結び直したいねっていうことで、えー、始めた協議会です。で、その協議会発足当初から中林さん にには非常にあのご尽力いただきまして事務局なども中林さんにお願いして今まで一緒にずっと図書館作りをお手伝いしていただいてきたと経緯があります。で大体、まあ、図書館作るときに我々がやることってまあこういういろんなメニューがあるんですけども、えー、大体これは、まあ、茂木の棚田なんですけども。 地域の中に入っていって、まあ、できればこうやって田植えから稲刈りまでご一緒しながらあ図書館を作っていくというやり方をします。で図書館のまあ本棚作りとか図書館作りってものすごく田植えとか、まあ、僕もともと農学部出身なんで、まあ、農業に似てるなと苗床を作ってそれはまあ棚を組むんですけどもでそこに一本一本苗を植えていくそれ本,本を植えていくんですけども。 でそうやって実ってきたものを、まあ、地域その実りお米になるのは何かっていうと地域の人々が何をそこに生み出していくかどういう果実を手にするかっていうのがすごく楽しみなんですけどもまあそういう意味でいつも図書館作りって田植えだよねっていう言い方をしてます。 で、今日ょうの柴、えー、村ですね、えー。場所的に言うと、九州のこういう熊本県と宮崎県の本当、県境の山間地、日本三大秘境って呼ばれています。ここからあの小宮山さん、なんかフォローすることあれば口挟んで全然いいんだよ。わ <laughs> かりました、随時入ってます。はい <laughs> はいはい。で、まあ地図的に言うと、こういうところになります。 まね、人口は今2500人ぐらいですかですね、えー、まあ風景的にはこういう風景が広がるこんなに素晴らしい棚田があるのに棚,が棚田百景に入ってないんだよね残念ながらね,ですねまあこういう、えー、山間の地域っていう感じですね 有名なのはシーバダムです。これダムマニアの間では閣下と呼ばれているそうで、まあ、両方の,あのダムの放水路、ジャンプ台式放水路っていうそうですけど、両方から水をジャンプさせて真ん中でぶち当てて勢いを殺すという豪快な放水が有名です。でこのちょっとした下流、だから放水してると、 ものすごいあの水,が水というか、水煙が飛んでくる場所に、えー、図書館があります。まあ、こういうあのダムカレーっていうあのソー、ソーセージを抜くと放水するっていう、こういうものに力を入れてたりするんですけども。で、有名なのはシーバカグラっていうんで、まあ、2くつあるあの集落それぞれに神楽が残っていて。 まあこれはあの編集工学研究所ってこういう伝統芸能とかこういうものの仕事多かったんであのえ東京圏内だと東京12チャンネルで「極める日本の美と心」っていう番組20年以上ずっとうちで企画やってたんですけどもまあその時からずっとあの注目してる神楽でこの話してると時間がないんだよね <laughs>。 <laughs> この右上のこれがあの日本古来のねあの神様の姿で美濃、えー、傘かけてまあ,あの、えー、背中に動物の毛皮だったりミノだったりするんですけどかけて、えー、ボロボロの格好でやってくるとまあ訪れシーンなんですけどもこういう格好がまあ残ってるということになります。で、え、C、ー、は民族芸能博物館とかこう素晴らしい、えー 展示ががいいろろ見ることができますでそういう中にできたのがあのシーバーソン交流拠点施設カテリエということになります。カテリエ、このカテリエの2階にシーバーソン図書館ブンブンブンがあるとで。このカテリエと一緒に今回オープンしたということになります。小宮山君、このカテリエの意味を。はい あのシーバーあるいはこの周辺のですね山間、えー、部でよく使われる言葉に「家庭入りという言葉がありまして家庭離というのは、まあ、よくネット上なんかでは相互扶助の精神助け合いの精神と、えー、翻訳されていますただ、えー、よりですね地元の人に深く聞いていくと家庭離というのは助け合いよりももっとアグレッシブな 助けなけななななればならいないとうう義務感のようなものよもだと。だから向こうのところから米狩りを手伝ってもらったら家庭入り返しをせにはならんということで家庭入り返しに行くという風習がある、まあ、そういった結局は助け合いの中で村を維持してきた自然に成り立つ助け合いの精神で自治体を維持してきた、まあ、そういったですね 家ハウスです、ね、ハウス家庭理の家になるようにみんなが助け合う精神を持ってここで何かを作り上げていくような場所になるようにそんな交流拠点施設として家庭理の家家庭理へという家になりましたあ家施設になりましたね一応あの公募で、えー、募集して名前決めようってうんで僕もその名前決める委員の中に入ってたんですけども最初家庭リエって聞いた時に なんか渋谷のヒカリエみたいで嫌だねとかって言ってたんだけど今の話を聞いてああそうこれは素晴らしい名前だねっていうんでまあもう一発で決まったっていう感じでしたよね。そうでシワン図書館はブンブンブンっていうこのブンブンブンっていうのはシワンはニホンミツバチが生息していてで,でここがない村なんで。 でまあ子供たちは一旦みんな中学卒業していくと出て行ってしまうとでまあそういう日本ミツバチって気に入った巣箱には帰ってくるそうなんでまあそういう子供たちが高校で一旦外に出てそれでもまた帰ってくるような拠点になるようにっていうんでシーバーソン図書館ブンブンブンという名前にしましたまあブンブンブンってひらがなと 英語,と英語じゃないな、ローマ字と、えー、漢字がくっついてますけども、まあ、こういうので、まあ、多様性というかあ、いろんな見え方がしていいんじゃないというので、こういう名前になっています。で、こういう図書館ですね。あのー、これ、文、BUN、全部大文字になってるけど、正しくはあれだね、U というのは小文字なんだよねそうです、ね、こ文字で。 これ、あの後で、えー、実際に歩きながら細かい説明しますけども、ぱ、ま、っ、あ、と見てわかるように、えー、こういうふうに棚番号、普通はあの1、2、3とか A、B、C とかつけるんですけど、全部科学の目、時代の波、これタイトルじゃなくて、棚番号そのものがこうなっています。だからシステム上、棚番号は目とか波とか和とか、こういうふうになっています。 で、これあの、もうちょい、なんかあの、これじゃあ子供に分かんねえだろう言われるかと思ったら、割と何も言われず、すんなり通ったなって。言われたら、あのこういう漢字ってものすごくプリミティブな、あの大事な漢字を選んでますので、えー、小学生、幼稚園の時から、子供の方がこういうイメージの吸収、早いですから。 ABC よりも漢字で覚えてもらった方がいいんじゃないって言おうと思ってたんだけど言うタイミングもなくすんなりあの通ったっていう感じですよね。で棚はこういう形で、えー、さっきも言った東組さんの我々と一緒に作ったエディットキューブっていう、えー、自由に編集できる棚を使ってます。でそこの棚板はあ 地元の杉板を使ってます、まあやっぱりシバソンって林業がもともと盛んなので、まあ、そういう地元の杉板を全部使うだから鉄骨で黒板塗装でチョークで何でも書けるんですけども棚板は地元の板を使うとでこういう形で全部で23コーナー 23分類って言ってもいいんですけどね分類とコーナーが一致してますのでで、えー、本を配下しています。これは小八郎ですね、えー、キャラクターこの後ろにちらっと見えて壁にくっついてるのがデザイナーさんが作った小八郎っていうキャラなんですけどもこれあれですよね小宮山さんあの別に我々が作ったわけじゃないんだよ、うん この、えー、毛糸の方は村のばあちゃんが作ってくれてですね、でえー、ぬいぐるみの,あのちっちゃい方はですほシーバソン図書館ブンブンブンのツイッターを見た方が、えー、東北からわざわざ作ってお送りいただいたというものです。ツイッターはあの小八郎が担当してますので。あのうん ひらがなばっかりなんですけど、まあ、その読み解きづらい文を読んでファンになってくださる方が最近ようやく増えてきたということで、そういったプレゼントもいただいてますね。なんかオープン前から毎日のように小八郎の、う嬉しかったです、ね。だから小八郎がなぜか人気になってると、小牧 <laughs> ちゃんたちに人気になってるということですね。 まあ勝手にこういう子供を産んだりしてあのキャラクターが独り歩くる気してるっていう状態ですね。でこれはあの複合館ですので図書館以外にもこういうキッズスペースがあったりでその奥に見えてるのがあの、えー、読み聞かせのスペースになってたり。で 目の前に保育園があって、間がこういうあの芝生の広場になってて、遊具があって、いつも子供たちの声がしてます。で、自動車をコーナーはこういう本棚があって、もともと設計士さんはこれを作りたかったんだよね。そうですねこれを4台入れるっていう予になってたんだけどもあ、まあまあ、それだけは勘弁してくださいって言って、1台にしてもらったんですけども。 でまあ、こういう天井から、こういうものが、っって言って言いいんですかねそうですね、吊り下げ型ハンモック。っていうのがぶら下がってて、まあ、これあの、僕らはあのなんとかホイホイって呼んでるんだけども、通りかかった人が100%ここ入りますね、子供もも、お年寄りもあ、一般の方も。こういう、まあ、遊びのものもあり。 これがカウンターですね。で今回あの設計されたのが地元の設計士さんでやっぱりあの図書館の経験はないんで,で、まあ、一番やっぱりあちょっとこれ違うなと思ったのはカウンターで、えー、なかなかあの普通の会社の受付みたいなカウンターになってたんでここは全部あの。 図面を引き直して、まあ、これでお願いしますっていうんで奥行きとかあと2段階の高さにして高い方はどんどん返却処理、えー、貸し出し処理をする低い方はじっくりレファレンスで話を聞くっていうような2段階の構えになっていたりあとこういうカメランコードレンコードの読み取り台を置かなきゃいけないんでまあ9 0ンチ以上の奥行きが欲しいんですよっていう話をして これはもう全面的に変えていただきました。あと、これはあの、なぜかあのワークルームが設計図になかったんで,で、これは図書館仕事できないよって言ったんだけども、消防法通っちゃってたんで、でも我々ができることっていうと、棚を入れるしかなかったんで、本棚で周りを囲んで、えー、ワークスペースを作り上げました。 でもまあこうしたおかげで実はあの仕事をしながら同じ空気を吸って同じ物音を聞きながらいつでも対応できるっていうんで僕はかえってまあこういうスケルトンの師匠ワークスペースも面白いのかなと思いますけどねだから見てるとねあのこれ全集が並んでる棚のとこだったりするんで。 行きを募集に小宮山さんが小学生とコミュニケーションしてたりしてね、なかなか面白いなと思ってます。聞こえるからこそあの、カウンターにずっと座っていなくていい、集中して作業できるという大きなメリットがありますね。そうで,すねでは、こういう棚を入れたところですね。でもう一つは、閉会書庫もなかったんですね。 でこれ図書館関係の人、閉鎖書庫がない図書館っていうの信じられないと思うんですけど、これももうすべての部屋が用途が決まってしまっていて、どうしてもできないっていうんで、だったらっていうんで、まあ、今回あの、こういう自由に、えー、形を作れるエディットキューブ入れたもんですから、最初の計画よりも2段ぐらい高く積みまして、でまあ、将来的に本が入らなくなってきたら、上の方を。 空中オープン閉花書庫っていう何のこっちゃなんですけどもまあ見えている閉花書庫であの高いところの本も借りたいっていうとまあ小宮山さんが脚立に登って取るというような考え方でまあ閉花書庫の分を積みますで将来的にやっぱり本がいっぱいになってきてもう入んないってなるとこれいくらでも積みませるんでまああの 様子を見ながら棚を増やしていけるっていう考え方でやってます。でこういう大会議室があったり、えー、僕はあのオープン前18日間あの一旦帰るとコロナのあれでもう東京から来れなくなるっていうんで、えー、ずっと18日間シーバソンに住み込んでたんですけどもその間ここの大会議室から京王の 授業をオンンラインでやってましたでこういう閲覧室ですね、閲覧ブースからのこの眺め、僕一番大好きなんですけど、まあ、こういうのどかな眺めを見ながら、でこういうファブラボ、えー、っと今、ものづくりラボって呼んでますけども、こういうものがあって、まあ、UV プリンターとか、えー、これが九州に3台しかないんだっけ 九州は三例目、宮崎県下初です,、ねですかあの。パソコンでデータを入れると立体的に何でもくり抜いてくれるというようなすごい機械なんですけども、はい、それからあーレーザーカッターだとか 3D プリンターとかいろんなものがあります。でこういういプログラムの ロボット事業もここでできると。で、キッチンラボもあります。これはフリースペースなんですけども、えー、スノーピークさんと組んで、こういうあのキャンプ用具みたいなものを入れて、今、ワーケーションに力を入れてますね、えー。フリースペースにはこういうボルダリングがあったりだとか、あのなんだっけ。 スラックラインって言うんだっけスララック,ライ,ンラックラインですねあの。砂の上を歩いたり、ぴょんぴょん飛んだりするやつですね。とかもあります。で、もう一つはコーワーキングスペースにも力を入れて、ここは月額とか1週間単位とかで借りられるのかな。うもうすでに結構入ってるよね。今えー 企業さん、地域おこし協力隊等で今、全席埋まっている状態ですね。ですよね。で、まあ、テレワーク用のブースもあります。なんと、シャワールームもあります。なんで、まあ,あの、ここに日がない一日図書館で本を読んで、シャワーを浴びて、さっぱりして帰るなんてこともできます。えー、コインランドリーもあると。 まああの施設ができる前にアンケートを取ったらコインランドリーが一番村民が欲しがっていたものだという話で、まあ、こういうランドリーもあると、まあ、どうしても山の中の湿度の高い地域ですので、えー、こういう大型のものでさっぱりとしたいとい、ね、乾いた布団で寝たいという要望が高いみたいですけどね。 まあそういうのにも応える施設になってます。で、オープン前にこういう2月の段階ですね。まあちらほら、あの、コロナの話は出始めてた頃かな。でもまだそんなに大事とにはなってない頃に、えー、オープン5ヶ月前かっていうことで、えー、こういう、障害学習フェスティバル。 という中で、えー、僕と小宮山君でこんな図書館できまますよっていう話をしましたいやこの時はもう本当500人の会場いっぱいでおじいちゃんおばあちゃんがねお弁当目当てに来てみんな寝てんのかなと思ったんだけどみんな真剣に聞いててびっくりしたんですけどもまあこういう形でで、えー「車座編集ワークショップ」ってなってまあ若手の人っていうんですかね まあこの地域でまち、えー、づくりとか頑張っている観光協会の人とか消防団の人とかいたのかなまあ結構年齢層も幅広いですね。ですね。はい、まあこういう人とこんな図書館になったらいいなとか、まあいろんな新修ワークショップなんかをやりました。で、この図書館のこれは表には見えないところで、一つ大きなのは。あの 芝村って本屋さんがな,くな,ないんですねでまあ図書館で本を買うときさっきも言ったようにほとんどの地域は東京の業者から買ってたりっていうのが多いんですけどもまあその中でやっぱり地元にちゃんとあの本の購入の仕組みから還元しようよっていうんででも本屋さんがないんで,でさっきの揺すはらみたいな揺す もう山の中の町なんで、本屋さんなかったんだけども、高知県内の大きな本屋さんが完全にバックアップしてくれるっていうんで、えー、高知県内にある金庫堂さんっていうところから買ってます。で、シワソンはそういう本屋さんがなかなか見つからなかったんで、どうしようかっていうんで、観光協会さんを本屋さんに見,ためてあの見立てて、で観光協 解散経由で本を買ってますってことはあの、まあ、例えばオープン前に4000万とか本買ったとすると4000万のうち20%ちょいですからねそうすると800万ぐらいが観光協会に入るということになります。でちゃんと装備代も別途払うということで。 観光協会さんにこれ何やってる風景かっていうと中林さんが観光協会の皆さんに、えー、装備の仕方を教えてるシーンですね。であのオー,プンオープン時に1万5000冊ぐらい本入れたんですけどもそれの装備はさすがに無理なんで観光協会さんではそれは今回中林さんの兵庫の工場に一った本全部入れて。 でそこで装備をしてで観光協会を通して納品するという形にしています。で今観光協会さんまあ日本中の観光ものすごく大変で、えー、コロナの影響でまあ今 GoTo なんとかでまた大変になっているところもあるんですけどもあの、まあ、やっぱりそれだけの予算 が、一旦プールできるっていうのは、観光協会さんとしても非常に助かるっていうんで、今こういう関係を作っています。なんでまあこれみんな観光協会さんの会長さんだったり、いろんなあの方々なんだけども、一生懸命装備をしてくれています。これ店員1位の？シーバスが鎮印かな。ハンコの押し方を教えてると思うんです。 まあこういうのを中林さんからやってもらいながら、でいよいよ本の搬入になるわけですね。でこの本の搬入も、えー、と九州の当伴さんから4人ぐらい来てくれたんだっけそうですね中林さんからも応援に駆けつけて、それに観光協会の皆さんも入って、こういうあらつめをしていくわけですね。 で、だんだんこうやって本が埋まっていくことになります。で、あの、カミロンコードを使ってますので、カミロンコードの一番の特徴っていうのは、棚と本を全部紐付つけていくんですね。で、この本はこの棚に入るっていうのを、あの機械を使って、パソコンを使って、えー、紐もつけていくんですけど、本来はさっきみたいな、当伴さんとか、中林さんとか、 それから観光協会さんとかみんなでわわ人海戦術でやるんですけどもコロナで一切僕以外はと来れなくなってしまって村に入って来れなくなってしまって結局小宮山さんともう1人佐藤さんの2人のスタッフで全部紐付つけたっていう1万5000冊か大変な作業を、まあ、やり遂げたっていうことになります。 本当はね、パソコン4台ぐらい使って一気にやるとあっという間に終わるんだけどね、なかなか大変でした。ということで、まあ、こういう本の配下、自由な配下。で、棚の形も自由なんで、こういうメンチにしたり、あのー、平台に置くようにしたり、普通に刺したりっていうことを、こう、自由自在にやってます。 まあこういう鬼学みたいな鬼とは何かみたいなコーナーを作ったりとかっていうんで,でいよいよ7月18日にまあもう4月っていうとコロナ日本中で大変な時でしたけどもまあひっそりと来賓者もなくまあ銀さんが集まる程度で、えー、オープンを迎えたっていうことになりますね。 これミス・シーバーの方とかもカードを作ってくれましたけどもまあこういうこれオープンの日ですね、えー、メディアの方とかもいらっしゃいましたけどまあこうやって無事オープンを迎えたっていうことになりますでこれあのー、これ返却ボックスなんですけどもこれはあのさっきの、えー、ものづくりラボで作ってもらったり もう全体的に手作り感満載でやっていったっていう本棚になりますねで。ところどころこういうナビゲーションボードっていうのがあるんで、まあ、こういうものを、えー、配置しながらですね本棚を作っていったってことになります。この辺は後で実際に見てもらいますんで。これ 小宮山君と佐藤さんって今、このカテリエの中で図書館専門の2人になります。まあ、ここだけの話ですけど、2人はあの婚約者なんでね。そうですね。来年度中には、その役、着々と計画が進んでいま, <laughs> ます。まあ、こういうことになりますね。 っていうんで,、えー、で、これ、あのこの間、あの10月24から26日、えー、ブンブンブンを満喫するツアーっていうのをやりました。最終的には12人参加したのかな。えー、九州大学の藤原慶雄先生とか、まあ、いろんなユニークなメンバー。でこれあの 地域おこし協力隊の佐々木くんですから料理人ですよねがあのすごいんですよねあの鹿節駆除した鹿の肉を鰹節のようにして取った出汁で作るとかなんかすごい凝った料理を作ってくれてお昼を食べてでまああの ブラボさっきのえものづくりラボで、えー、こういうキーホルダー作りを体験させていただいてでこういうあの図書館のノベルティなんかも全部ここで作ってんだよね。そうで,すねで晩ごもそも協力隊の佐々木くんが作ってもらってあと平付きの里キャンプ場かもう結構寒かったんだけども <laughs> あのそこでいただいて。 で、こういうたけびをやったりだとか左側はこれあの彼もそのキャンプ場の管理人なんですけども地域おこし協力隊出身者で、えー、映画界をずっとやってるんだよねでその映画界に出させてもらったりで、こういうコテージに泊まり、えー、これはあの五右衛門風呂の体験もでき、えー 椎葉ダムを見お店のおばちゃんの話を聞き、えー、民俗学博物館を見てで鶴富屋敷っていう地区300年とかって言われるすごい国の重要文化財の建物があるんですけどもそこでゆっくりさせてもらいでこういうあの大木大久保のヒノキだとかあ杉の大木とか。 見に行ったりして日がない一日図書館で遊びで、そういう鶴富屋敷のところで32代目の女将に話を聞きながら築300年のいろいろあでご飯を食べるとかっていうのをこの時いらっしゃってたのがあれですよねあの九州大学の飯島先生今日も聞いていただいてますけどもあの文化人類学の飯島先生もご一緒して。 2泊3日図書館を満喫しつつ椎葉村を遊びまくったというで今あのこういう共通チケットクーポンもらえるんで全部お酒に変えたらアホみたいになようになって <laughs> アホみたいにお酒飲みながらお土産も全部地域クーポンで買えたというこれはあのまたあの企画して続けていきたいなと思ってますので今日 お話聞いて、ぜひシーさんに行ってみたいなと思った人は見ていただければと思います。っていうんで、まあ、こういう図書館なんですが、えー、じゃあ実際に小宮山さんに少し案内してもらいましょうか。はい。じゃあちょっと館内をうろうろしながらですね。えー、今日は いろいろ動きながらこのキャラクターの小八郎と一緒に、えー、館内を動き回って太田さんとそして、えー、中林さんと、えー、作ったですね、えー、図書館をご覧いただこうと思いますまずはちょっとあの前景をせっかくなのでご覧いただきたいなと思います、はい、こちらが、 ぶんぶんぶんのですね、えー、前傾で、えー、23のテーマがあるというサインもここからだとよく見えますねちなみにこのサインなんですけれども開館直前に本当に仕込みまして全部あの w i f i で一括オンオフができる電球が仕込んでありまして今ちょっと消してみますね一斉に消えて で開館の時間になると自動でこうついてくれるというような仕込みもしてあります。そのあたりもあのトンチキョさんの、えー、東組さんというですねイベント会社さんがしっかり仕込んでくれたおかげで、えーまあ、非常におシャレな棚になっているかと思います。棚もですね。 最初が、えー、シーバの風というところなんですけれども、ここをご覧いただくともう入り口のですね、すぐ真横にあります。シーバの風というのはシーバの風土、風習、風景を持ってきた棚なんですけど、いわゆる郷土資料ですね。郷土資料の棚をここまで全面に出す図書館ってなかなかないんじゃないかなという気がしています。あの。 シーバに関連があある、えー、柳田邦夫のです、ねえー、前集なんかも置いてありますシーバ村は日本の民族学の発祥の地と言われていまして、えー、柳田邦夫がここで後の「仮言葉の木」という本を著したことから日本民族学が発生したと言われていますけれども、えー、そ,ういそういった民族学の対価たち まあ柳田国夫、南方熊楠、折口忍、とうとう宮本恒一、集めたであるとか、あるいはシーバソン、先ほど地図でご覧いただいたらです、ね、九州のほとんど真ん中にあったと思うんですけれども、じゃあ九州に関する本はここに集めちゃおう,集めちゃおうよということで、えー、九州に関する本をたくさん集めてみたりとかですね。これもまた こんな置き方する図書館さんなかなかないので怒られちゃいそうですけどね、まあ、こういった自由な配下をしているということですでこの自由な配下を可能にするのが、えー、中林さんにすっていただいてるレンコードですねカメレオンコードですでレンコードっていうのは、えー、ライブラリーエディティングナビゲーションコードというそうですけれども図書館を 自由に編集し、えー、また、えー、しっかりと位置情報も示してくれる、えー、コードということですね。実際にお客様がお貸し出しをされるというときはですね、ここ、えー、貸し出しのカウンターなんですけれども、はい、この三島由紀夫全集を探冊借りたいという方、<laughs> もうすぐ入告期ですからね、三島由紀夫のメインチがやってきますから、こういう方いらっしゃるかもしれません。そうすると、 僕らの、えー、カウンター側から見るとですね、このように、これ、普通のウェブカメラです。これ、いいやつなので1万円ぐらいで買ったものですけれども、まあ、普通のウェブカメラでカメレオンコードをこのように読んでですね、分厚い全集3冊でもしっかり一気に読んでくれます。一般の図書ですと、えー、10冊ぐらいは一気に読み込むことができるので、貸し出しも非常にスムーズと。 いうところですね。あれ今シーバスンは全週も貸し出すんだよね。全週は出してます。貸し出してます。うん、はい。はい。そんな形でやっております。でこちらがあの先ほど、えー、太田さんの話もありましたカウンターですね。あの対面と 対面が2方面にできるように作り込むことで、えー、お客様に対応する能力も当初の設計よりかは上がっているんじゃないかなと思います。そしてこちらが先ほどあの初夏で作ったというスケルトンオープンワークスペースと呼んでいますけれどもまさに全集で壁を作ってですね、えー、ここがちょうど 私をのぞ子供たちが覗き込む穴です。<laughs> ここから練習はまあ、本の戦争が始まってすぐの頃に小宮山君と神保町に出かけていってまあ普段からあの仲良くしている古い本屋さん6軒ぐらいあるんですけどもまあ、そこの店長に言ってちょっと隠してるやつ出しなさいよということでまあこ,うこれ だけのを揃えました、はい、やはりあの機会がなければこの壁ができてなかったのかもしれないなという気はしています。今、全集って全体的に根崩れしてるんであの図書館1から作るときには非常に全集から入るとあの揃えやすい。あととやっっっぱりりがしっかり揃ってると まあ、白がつくってんんじゃないんですけどね図書館らしくなりますよ、ねまあそういった全集を東京の神保町から、えー、中林さんの藪の倉庫に入れてで装備をしてというところでもまあ詳しくは申し上げないんですけれども大変ご尽力いただいたということであの臨機応変にご相談頂ご相談に乗っていただいてですね おかかげさまでがが立ち上がったかなという気はしておりますしかもあのトラックがね1万5000冊積んできたトラックがシーバーソンまで来れなくて道が険しすぎてで途中にトラックを置いてでちっちゃい車でピストンして運び込んだっていうね。こら辺もきちんとあの道路交通法にのっとった中であのピストンをですね 途中道路で止まれるところがあったので、なんてもう本当に優柔,優柔なあの、フレキシブルな対応をいただきました。はいまあ、先ほどあの、小八郎がちょっと映ってましたけれども、えー、これが日本ミツバチの小八郎ですね。あのー、小八郎、オスの蜂なので働かないんですね、ずっとブンブンブンで寝て本を読んでいるという。<laughs> でクリエイティブ師匠、働けとツイッターでも言ってますのであのぜひツイッターで小八郎、椎葉村図書館、ぶんぶんぶんで調べていただければと思います。椎、ま、葉、あの,ーーの方々は皆さん、本当に用法を、えーまあ、ビジネスとしてではなく趣味というかですね個人個人で営んでいらっしゃいますのでここの棚もやはりあの人気があるというか随時本が動いている状態ですね。はい 全いろいろと見ていく中で今ちょっと映っておりますけれどもあの黒板塗装のナビゲーションボードですねあれもあの先ほど苦労しているという言葉があったんですけれども非常に楽しくやっておりましてここはあのー、食文化の和ということで、えー、食関係の棚ですけれども、えー、始めよう文化的飲酒と歌って、えー、酒の棚ですねまあ えー、しっかりとシーバソンにおいしい酒文化を根付かせたいという意思のもとこういった棚を作ってみました、まあ、こういう自由に書ける案内板があることそしてレンコードとチェンジマジックのシステムの組み合わせで自由に本を並べられるというところがこの図書館の強みであり じゃあこの自治体をどうしたいのかという意思を表すことができる図書館だということになるのかなという気はしています。今の食の,のところ分かりやすいんだけども下の方においしんもともと、ねはい、最初の計画柴ンさんで作っていた計画ではここの図書館半分漫画にすると。 で部屋が2つに分かれてて片っぽの部屋をまあ漫画だけにしてしかも有料にしたいみたいなあの計画だったんですけどもさすがにそれはこの全体の冊数から見ても半分漫画で云んっていうのはもったいないんじゃないのっていう話で,で、まあ、あ,のある程度漫画の数を減ら,減らしたんだけどもまだ多いですけど でこうやって漫画も絵本も児童書も一般書も全部コンパイするとなので下の方に漫画とか絵本とか児童書が並んでいて子どもは低い視線でその辺の棚を見てで少し視線を上げればちょっと背伸びをして大人の本にも手が届くとそういう図書館の構成にしてます。 あと、一つ一つの,この本棚の構成も、さっきの,あの色とかあった赤いガソライト、赤いデザインのガソライトが入っているところは、えー、実用書系が並んでいます。で、さっきのシーバソンに始まる緑色のところは、まあ、あコンセプチャルというか、あ一般書。 だからこの辺の、まあ、文脈を見ていただくと分かりやすいと思うんだけど、まあ、今の椎バの風のところ椎葉の風からその向こうに日本人の心っていう棚があるんですけどもーバ、まあの焼き旗だとかあ民族学だとか神楽みたいなことっていうのは実は日本人の心っていうのにつながってますよと。 でその日本人の心からブリッジされて向こう側の将来の夢要はそういうシーバから郷土資料から始まって日本人の心ってじゃあ仏教って何なの神道って何なのみたいなことを知ってそれから未来の夢につなげていこうとで未来の夢のところではまあこの新しいって懐かしいっていうのが小宮山君がずっと温めてたコンセプトでで この裏側行くと例えば21世紀とか夢っていうのがタイトルに入っている本を徹底的に集めようとかそれから昭和レトロな感覚を集めたようなちょっと懐かしさ昭和の懐かしさっていうのにも触れたりだとかああそういう棚になってます。でそのの対面は、まあ、今のあの現代 的な問題とか動きが一番よくわかるのが新書だったり文庫だったりだろうっていうんで、えー、時代の波っていうことでここは新書あるいは文庫って言ってもあんまりこう学術的なものっていうよりは時代の切り口の立ってるようなもの特にまあ新書が中心ですけどもねそういうものを集めてるっていう棚になります。 なんでまあ,あのカウンターから入って郷土資料に始まったこっち側の部屋っていうのはまあベースを作りつつ奥の実用書につなげていくっていうような構成になってます。で反対側のもう一つの部屋もともとこっちがの漫画専用の部屋になってたんだけどそれをやめて。えー こっちがまあ教養を担保するっていうんですかね入ってすぐのところが現代の剣っていうんで、えー、今日ちょうどねトランプさんとバイデンさんの大統領選挙すごいことになってますけどまあこういう、えー、現代社会世界的な問題 SDGs の棚とかを経てこっちは科学の目っていうんで。えー 自然科学系の本が、まあ、宇宙学から生命論までずっと並んでいます。で、ここをずっとこの棚の特徴なんだけど、中入っていくとあの、えー、ブリッジしてるんで、上の棚のとこにもナビゲーションがついてて、まあ、こっち行くと何だよ、こっち行くと何だよっていうのを示しているわけですね。科学の奥にあるのが人類の歩みって、ここはあの日本史、西洋史、 あるいは思想系の本が並んでますで一応こう西洋史と東洋史のブリッジする棚にあの井津さんの禅集が並んでたりするんだけど誰も気が付いてくれないんですけどもまあこういう細かいところもあの凝ってます。でこっちは西洋史ですよね西洋史ですね。そうですね で裏返すと西洋のまあ思想というか哲学という本を並んでいます。はいまあ、やはり、あのー、キューブを自在に組み立てているので全部同じ形の箱なんですね。だからこそ自由に組み立てられてここはあの日本史を表す 歴史の棚なんですけれどもちょうど扇形になってるんですねじゃなない屏風型になってるんですよね、うんうん、なのでその裏表に日本酒を展開するなど、あのー、非常に組み立てやすいただこれがもしこの棚だけあってレンコードもなくてチェンジマジックもなくてだったらどうやって廃下するんだろうなというところはあるんですけれども。 このシーバソンの、えー、図書館の規模感だからこそできた施策かなという気もしますね。これが、うん、はい。あ、いよいよ。あ、どぞ。これがホイホイですね。どうよせ、ホイホイ。先ほどあのコメント欄で結構皆さんコメントいただいてですね、あの私も引っかかりましたみたいな声が上がってましたけれども、ここで耐荷重はあの成人男性もしっかり。 支えられるよう、あの、梁に打ってありますので、ぜひ皆さんもご体感されてください。はい、そしてここがあの、建築家さんのですね、肝入りの顔型本棚ですね。顔になってます。結構ここ、あれだよね、お孫さん連れたおじいちゃんがここにこもって、一緒にやつにして微笑、はい、ますね。 兄ちゃん姉ちゃんだけでも入ってますね。<laughs> コメントで、前週は古書購入ということでよろしいでしょうかってありましたけど、先ほどあの古書で購入しましたね。いろいろまた質問も後でお受けしていこうかと思います。でここが小宮山君渾身の文学棚なんですね。はい。よろしいでしょうかといってる。 いただければわかるようにあの、まあ、いわゆる9類の小説の割合が全体から見るとものすごく今の日本中の図書館から比べると少ないと思います。多分全体の2割ないよねないですね2000冊程度ですので、うん、非常にコンパクトに、まあ、私も文学部出身でありながら断腸の思いでコンパクトに。 まとめたんですけれども, 1>, も1人1人3冊までねとか言いながら <laughs> 泣きそうになりながらですねでこの、えー、配下の仕方があが一般の壁際の書家なのでただ並んでいるように見えるんですけれども相上順ではなくて、えー、例えばこの棚はこの蓮は坪内逍遥の小説真髄以降 まあ坪,坪内逍用以降ですね、下関条約が締結するまでに生まれた作家の棚ということになっています。連ですね、連ですね。でも<の>、作家名の i u え o でもなく、全部年生まれた年代順に棚を区切って、その中で i u え o で並べてるのかなそうですねなので 最初はまあ芥川龍之介ぐらいの世代から始まるんですけれどもこの連の中はああいう要準を維持しながらある程度のまとまりでじゃあ次は第一次世界大戦が勃発するまでに生まれた作家というふうにですねあの時代で区切っています。なぜこううしたかというと、といい自分と同じぐらいに、 生まれた作家だなっていう発見をしてほしかったりだとかあとはこの作家とこの作家って大体年代似てるんだとかちょっと調べてみれば同い年なんだみたいなことがわかるわけですけれども、えー、こういうふうにですねあの新しいつながりを見出いだすセレンディピティを生み出すっていうのがシーバソン図書館の大きな狙いなので小説もなんとか アイウェオ順だけじゃつまらんだろうということで工夫をしてみたというところですね。なんでこの小説の棚全体がまあ文学史年表になっているっていう考え方なんですよね。<外>でもその時に年表なんで我々当然のことながら右から左に年表なんで並べたんですけど図書館の館長さんがあの文学と棚を見て。 ドギも抜いてたんですけどね。あの本が左、右から左に並んでる図書館って初めて見たっていうんで、ああ、確かにそういうもんなんだっていうんです。すごいびっくりしたんですけど。私も昭和ぐらいまで組み上げて気づきましたね。あ左から右なんじゃないかっていう。<laughs> <laughs> まあ縦だけの年表は普通右から左だもんね。右から左ですね。足からずとまあ。 最後はこういう遊び心というかですねシバソンにあのシャボン玉という映画がえーシーバで撮られたんですけれどもそこで主演されたえ林健斗さんの特集を組みましてこれ林健斗さんのファンの方から送っていただいた教えですねすごいクオリティが高いんですけれども、まあ、林健斗さんが出演されたえ作品を特集してみたりとかですね、まあ、この棚が一番ウェブ上では バズってましたね人気がありましたね。はいで。こういった取り組みも珍しいんではないでしょうか。あの、増本、あるいは、えー、想定外で、えー、著名な、あるいは押さえておくべきだろうというところを、またあの、太田さんの知り合いのデザイナーさんに選んでいただいてですね、えー、しっかりと、えー、眺める本というか、 えー、その想定自体に意味があるあるいは価値がある本というものを触れる喜びも知ってもらおうということで、えー、戸田勉さんであるとかですねそういった重要な本をここのこれ図書館ってね本好きが集まる割には割とこういう造本だとか 想定だととかかに無頓着というかかわいそうな扱い例えば禅宗の箱全部捨てられちゃうとかね <laughs> で実は禅宗の箱ってものすごい綺麗だったりするんだけどもだからそういうことがまあ残念だなというんでまあそういう想定の美しい本を集めたってあんまり図書館で普通はやらないことなんですけどもね。 今回はやってみました、はいまあ、そういったようにですね、あのー、全体に、まあ、とトンチキうさんと中林さんの工夫が凝らされた図書館ということで今日は少し短い時間ではありましたがこういうふうにぐるりと回っていくことができます。これがブンブンブンつまり図書館部分ということでカテリエ全体はこの倍ぐらいのスペースがあってですね、えー またそちらももし時間があれば紹介できればと思いますが、えー、一旦ここでブンブンブンツアーは中締めというかここで一旦区切らせていただきますはいありがとうございますということで今、あのー、歩きながら、まあ、巡ってもらいましたけども なんで、まあ、あの23のコーナーがこうあるんですけども、まあ、それぞれのコーナーが単独でできてるんじゃなくてコーナー間のつながりっていうのをあの常に意識しながらなんで、まあ、今あの小宮山君の後ろに上つながってるブリッジされてる棚があると思う見えてると思うんですけどもこうやってコーナー間の棚 まあ、例えば美術の棚だと、えー、西洋美術史と東洋美術史をつなぐブリッジしている空中の棚に岡倉天心の全集が並んでるとかさっきの西洋史と東洋史の棚の間に井筒利彦さんのイスラムの全集が並んでるとかなんかそういう仕掛けを例えば、えー、と東洋と東洋 じゃない中国史と日本史のブリッジは、えー、と白河静香さんの漢字論を並べたりとかそういう仕掛けをしてるんですけどなんでまあそういう本っていうのを文脈でたえる本と本のつながりで見ていくということで、えー、まあ全体を巨大な本の 物語っていうんですかねあの、文脈でつないでいくっていうことをやってます。で、質問も来てるんですけど、どうしようかな、質問に答えていったほうがいいのかな、えー、チャットにですね、えー、飯島修二先生のところからお答えしていけばいいのかなという気がしまそうですねあの、はい、飯島先生の後、たくさんご質問いただいてますんで。はい まあ、テーマ数23というところですね、ここは、うん、あのシーバソン独自で定めたところですね、あの一般の分類法とはまた別個、えー、分類を定めていったところですので、この23という数字も23でなければならないというあの決定事項は何もなく、えー、図書が1万冊ほど集まった段階で、じゃあそろそろ分類をしていこうかというところで。 ただ決して恣意的ではなくてですね、あの本と本がつながるように、また本と本をつなげたクラスターもつながっていくようにという、えー、連,鎖を連鎖が有機的に起こるように、かつ抽象度も一定の水準を保てるようにというところで、漢字を採用して23に分けていったというところですね。あのさっき紹介した雲の上の上図書館、えー、とゆさはら町は えっと48のテーマに分けてますそれはあの「いろはに歩兵とっていうひらがなの棚番号を連れてつけていったんで,で、まあ、何としても48にしたいっていうんでいろは48棚って呼んでますけども、まあ、そういう形で、まあ、数にはそんな意味はないんですけどもただその先に分類があって本を選書していくっていうやり方を 僕っていうか我々はしないんであのとにかく今あの本ってなかなか手に入りづらい状況になってますで1万冊選書したらそのうち多分手に入るのは6,000冊あるかないかぐらいなんじゃないのかなでそういう中で手に入った本を分けしていくといあの濃いところもあれば薄いところも出てくるんで だから分類ありきではなくて集まって手に入った本を分けていくその中からこう濃いところを抽出してでそれの間の文脈を作っていってアメーバ状に形作っていくなんか粘土細工作っていくみたいな感覚の方が強いと思いますで今は本当本,本ってこの分野を欲しいって言って 揃ってくるもののでで、ははないんであのいい本はです、ね、だからそういうのを、まあ、手に入ったものを見ながら形作っていくっていう本棚作りになるのかなと思ってます。部屋の広さと一個一個のこうキューブの塊の大きさにも制約があるんで,でそれでこうアンバイしていくと23になったっていうことになるんだと思います。 その後、シーバソンから太田さんへはどののよううな経でパーがったのでしょうか <laughs> あの。私が先ほど紹介のありました梼原町や茂木町を見学し回っていたところですね。えー、あとレンコードがキーポイントだと思ったので、えー、中林さんであるとか、えー、シフトさんというレンコードを作られている会社さんに問い合わせをしていたところ、えー、めかっちゃったということで <laughs>。 小田さんと無事つながりが生まれてこのような形に結実したというところです。なのでぜひ皆さんも。小田さんが、まあ、クリエイティブ師匠っていう、まあ、クリエイティブ師匠で募集かける村もすごいと思うんですけどもそれに手を上げる方も上げる方だと思ったけどそれで図書館作ることになって三十何図書館見て回ったんだよね。その中で、まあ 雲の上の図書館とか、茂木とかっていうので、まあ、こういう NDC に縛られない自由な配下をしている図書館っていうのに、まあ、注目をしてくれて、その流れの中で連絡が届いたということになりますね。あの私もこのシーバソン図書館があったから、東京からシーバソンへ移住した、この仕事があったから移住したんですけれども、地域おこし協力隊の。 ものづくりラボで働いてるとか、あとクッキングラボを利用しているとか、みんなあのこのカテリエを拠点として働いているので、そういった意味では仕事も生んで,で、かつ移住者も生んでいるという図書館という位置づけはできると思います。今後、ブンブンブンを中心に、どのように地域のにぎわいを作るイベントや仕組みをお考えでしょうか。 どうですか、小宮山さん。そうですね。あの本という媒体はどのイベントにも関わっていけるので。そういった意味では、えー、下、下の交流ラウンジでも、クッキングラボでも、どこでイベントをやっていても関わっていけるので。非常にこの複合感ということが、今は功を奏している状態ですね。今、子供さんを中心としたイベントが多く開かれているので。その時にカテリエからブンブンブンの方に誘導してもらって。 といいう形で、えー、イベントにサインをしている状態ですあのまあ今、柴ンさんはワーケーションとかにすごく力を入れていてでさっきちらっと紹介したああいうあの図書館を満喫するツアーでもいろんな地域おこし協力隊の人におもてなしをしてもらったりだとかで神楽を含めてたくさんのこう見どころ そういうものとうまくくっつけた交流の場っていうのをこう組み立てていくことができるのかなと思ってますけどもでさっき紹介したあの雲の上の図書館なんかは梼原であそこも人口3400人のちっちゃい町なんですけども2年経って今あのコロナ後で週末1000人ぐらい来てるんですね。 ほとんど県外ですけども夏なんかコロナの前の夏なんかは週末2,000人訪れてました人口3,500人とかの町に週末2,000人図書館に来るってこれものすごいことでで2年たってようやくもうあのランチ難民が大変なことになってたんですけども今年そのメインストリートに これからカレー屋さんができて、パン屋さんができて、ラーメン屋さんができて、定食屋さんができるらしいんです。で、人口たったそれだけの街の、こう、人の動きとか流れとか、賑わいがガラッと変わってきてます。だからそういう意味でも、こう、芝村もここの、まあ、カテリエって施設、および図書館中心に、人の流れ、 あるいはあのにぎわいっていうのはもっともっと変わっていくまで、まあ、2年以上かかると思うんで、まあ、その間、まあ、どうやってそういうのを仕掛けていくかっていうのがこれから、まあ、ポイントになってくるのかなと思いますけどじゃあとりあえずここで一旦あれですか締めてそうですねじゃあ えっとこちらの方からはいえ弊社の中林の方もですねあのこの都書館総合展の会期期間中に特設サイトを作ってお待ちしておりますのでぜひあのご訪問いただければというふうに思います。そうしましたら本日はご参加いただき誠にありがとうございました。